皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もデトロイトビカムヒューマン遊んでいきましょう。さあ今回ですね、ちょっと気になった文岐を見ていきます。自分の一種目これですね。アリスが死んでカナが一人になった。これが 16% 世界の統計で、フレンドさん 0%、 これ結構レアな結末だったんですね。悲しいけども印象に残る素敵なエンディングでね、どうもこう3人生存ルートってのがあるらしいです。今からこれいけるかな。一旦このここか、国境の川チェックポイントロードして出向かっていきましょう。さあまずここから、これバス停も気になりますね。遅かったな。チケット奪ったらどうなるのか。一瞬やね、加速したのがまずかった。ボト川に落ちれば部品が凍ってしまうだろうな。この作品もね、本当に分岐が多い。全回収しようとするとすごい手間かかりますね。こっちはいいか、行きましょうか。出発。そっちね、こっちから出発。みんな生存しよう。さあ乗って。これなんかの爆速でも漕げばよくないねえ。もういいだろう、エンジンをかけよう。私がで、こっからですね。大丈夫？アリスがフラグを立てる。ねえ、着いたらやりたいことがたくさんあるの。世界中の本をたくさん読んだり、音楽を聴いたり、ダンスしたり、何をしてもいいんだよね。自由なんだから。そうよ、何でもね。家族になれるんでしょ。もう怖がる必要も、命令されることもなくなる。もう奴隷じゃなくなるんだよ。自由のある新しい生活だ。お前はカーナ、何をしたい？何をしたいか？そうね、自分探し、空想か。芝生に寝っ転がってのんびり雲を眺めるかな。ねえ、こっちに来るよ。さあ来ました。時間30秒。加速する、ダメ。降伏する、ダメ。アリスを守る、あとはルーサを利用する。飛び込む、なんかないかな他に。飛び込んでみるか。ルーサー利用したら死ぬもんな、きっと。飛び込んで。どうだ、ささっ。どう？これっぽくない？よし、みんな生きてる。凍る前に早く。いなくなった。怪我してない？ルーサー！ルーサー！ルーサー！ねえ死なないで！俺がいなくても旅は続けるんだよ。お前は本当に特別な子だ、アリス。機械の俺が家族を持てたんだ。カーナのこと頼んだよ。約束だ。
ルーさん。ボートが沈んでる。重すぎる。沈んじゃうわ。早く岸にたどり着かないと。やっぱルーさんがダメか。死んでしまった。加速する。引っ張る。お願い待って。でここから先一緒か。捨てていく。ボート軽くする。許してルーさん。でさらにエンジンを捨てる。こっち待ってね。安心させる。眠くなっているの。しっかりしてアリス。絶対に寝ちゃダメ。分かった。機械もそういう機能があるのか。さあこれももぎ取ってよし。どうします。私たちは死なない。たどり着いて自由になるの。入水。待って、間に合わせる。大丈夫、1分ある。もうちょい。よし。ニュースの途中ですが、デトロイトの最新情報を中継でお伝えします。ジョス。はい、マイケル。変異体たちは平和的なデモを行っていましたが、今しがた軍が彼らのバリケードに攻撃を仕掛けました。どうやら今回は変異体のデモを武力行使で阻止するよう決定が下されたようです。で、ここに繋がるのか。これもやんなきゃダメ。これ QT 失敗したらどうなんだろう。見てみようか、せっかくなんで。無抵抗でいきます。で、こうつながる。最後、歌うもしくは自分が犠牲になる。歌ってみようか。はい、マイケル。こちらからは以上です。待ってください。驚きの光景が。
just a little while longer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be alright. Everything will be alright. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Pray on just a little while longer. 信じられない。変異体が歌っている。撤退するよう伝えなさい。これは間違いありません。軍が退却していきます。本日2038年11月11日早朝、デトロイトが何千体ものアンドロイドに侵略されました。我々が入手した情報によると、彼らは変異体が侵入したとされるサイバーライフの倉庫から現れたとのことです。これらアンドロイドの圧倒的な数と市民に犠牲が出る危険性を考慮し、遺憾ながら部隊に撤退を命じました。市内ではまさにこの瞬間も避難活動が続けられています。数時間以内に議会を招集し、この前代未聞の事態を解決すべく対応策を協議する予定です。今変異体の訴えを受け、世論は大きく変わろうとしています。アンドロイドが新たな形の知的生命体であるという可能性を今こそ受け入れねばならない時が来たのかもしれません。一つ確かなのは、デトロイトの出来事が世界を永久に変えたということ。国民の皆さんと、そしてアメリカに神のご加護があらんこと。やったんだな、マーカス。お前もな。アンドロイドにとって記念すべき日だ。これで人間は俺たちと交渉せざるを得ない。私たちは自由、自由なのよ、アリス。起きて。起きて。アリス。
リス。さていかがだったでしょうか。合唱エンドとカーラとアリス生存エンド、今回はね、結構ちっちゃな変化だったんですけども、こうした分岐がねとんでもない数用意されています。例えば重要なイベントに失敗してバッドエンドになってしまうという状態でも、そのバッドエンドの中で3つ4つに分岐してるとかね、本当にねめちゃくちゃいっぱいあります。で次回ですね、かなり濃い内容になっています。主人公全員死亡ルート、あとカーラ組全員生存ルート、そして、コナがアマンダに支配されるルート、これらをまとめて収録。これもね、すごい印象に残る回なんで、ぜひ楽しみにしていてください。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。ご視聴どうもありがとうございました。明日もまた見てね。